内は熊本県熊本市出身のププロ野球選手宇藤右内広島東洋カープ所属熊本市に生まれ、2歳で、広島市へ引っ越した。広島市立落合東小学校4年生の時、軟式野球チームのかやすかいバンズで野球を始めた。6年生の時、熊本市へ戻り、日吉小学校へ転校した。日吉小の少年野球クラブでは、 投資兼遊劇手であった。熊本市立日吉中学校では、南式野球部に所属した。熊本県立熊本工業高等学校では、1年秋から背番号10でベンチ入りし、2年春から背番号1としてエースを務めた。2年夏は、熊本県大会準々決勝で、久喜竜兵、松尾大が タウラフミマル要する第88回選抜高等学校野球大会ベスト4の修学館高校に1回途中からリリーフし、チームは一度はリードするも、逆転負けを喫した。2年時の秋季熊本大会において、準優勝。3年春、第89回選抜高等学校野球大会において、智弁学園高等学校戦で9失点を喫し、0から9で、初戦敗退。 三年夏は熊本県大会三回戦で菊池高校に敗れた。プロ志望届を提出し、2017年10月26日に行われたドラフト会議で広島東洋カープから二巡目で指名を受け、11月6日に仮契約を結んだ。背番号は47。2018年2月8日登校時休場にて2018年は、 ウエスタンリーグ公式戦5試合に登板した。2019年は5月6日に一軍に初登録され、同7日の対中日ドラゴンズ戦でプロ初登板を、果たし2回を無失点に抑えた。同30日の対東京ヤクルトスワローズ戦で、プロ初先発、7回西に、村上宗隆に、左前安打を許すまで、無安打に抑え、 7回1アンダム失点の回答で、プロ初勝利を挙げた。2020年は先発ローテーションにりが期待されて、いたが、一軍当板はなく、ウエスタンリーグにおいても8試合当板、0勝4敗、防御率6.23という結果に終わった。関節の可動域が柔らかく、しなりのある腕から投げ出される、最速時速 151km の伸びのある、ストレートが持ち味。 変化球はスライダーを中心にカーブ、フォーク、チェンジアップを織り混ぜて投げる。ありがとうございます。